安心感の持ちようがない。妙な感覚はある。大賀さん、お前にしても、それは結局、何か言うわけじゃない、結果だけ。その結果として妥当か？を、測る基準は、どこか。前々から分かっていることで、独裁捜索は直接は利益にならない。それを利益へと変換しようとすると結論では最後、略奪になる。自分の前に何がいるか？という、その時幸いというか、それは自分自身だったりはする。必要を得て、お金を失う。そのお金は、どう稼げばいいのか？答えがないとき、結局は、自身の身を削っていくことにはなる。利益、それはどこか。指定された領域の声だろうか。そこは働くことができなくなった領域？それとも違う何か？自分自身も、奇妙に生成してるものが足りない感覚はある。具体的に何をすれば増えるか少し混沌がある。